はい、MPF チャンネルです。それじゃあね、あの福山の陸地局の方まで車検に行きたいと思います。この金庫は後付けです。まあ何の金庫かね、音聞いてもらったら分かるとは思うんですけど、後付けの金庫です。今日暑いです。今日は令和2年の、4月の8日、8日ですね。エアコンの方はコンプレッサーも力端とか一通り変えてるんで、もうよく効きます。からね、ちょっと下り車線の方はなかなか出にくいか、まあポールがあるんでちょっと出ないんで大回りしていきたいと思います。ここもね、ポールなかったらさっと下りの方に出れるんですけど、ちょっとポールができたんでなかなかすんなり下りへは出れませんので、ちょっとぐるっと回ってね、下りの方へ行きたいと思います。まあ、今日はちょっとゼファー1100の車検で、ね、綺麗にされてる車両なんで、まあ綺麗にされてることはないんですけど、まあなるべくね、こう汚れないようには車両を運搬してるんで、まあ乗れる、このエクスプレスに乗れるやつはなるべくエクスプレスに乗せて、運ぶようにしてます。でやっぱり屋根ないと結構汚れたりするんで、預かりの車両ですし、エクスプレスも開口部かね、後ろのドアの開きが、まあ高さがちょっと低いんで、あんまり高いね、オフロード車とかちょっと入らないんですけど、ロードモデルだったら大体入るような感じですかね。
ン車の方もちょっとね、車検から帰ってきて、まだホイールキャップとか外したままなんで、帰ったらね、ちょっとその辺も直そうかなっていうところです。やっぱりね、パワーゲートついてる、リフトがついてる車両がないと、なかなかね、こう事故したりとか、まああと、ね、大きい車両だったら、積み下ろしが大変なんで、やっぱり1台はね、ちょっと、パワーゲートついてた車両があった方がいいかなということで、1台はね、ちょっと2トン車の方を、まあ、用意してます。まあ、あんまり頻繁には活躍する機会はないんですけれど、やっぱりない、いざ言うときにないとちょっと困るんで、車屋さんの積載みたいな感じですかね。ね、ちょっと積もう言うときになかったらもうちょっと困るんで、なるべく用意しています。で、これで2号線の下りへ戻ります。この車両今ね1ナンバーで登録してるんですけど、元はまあ3ナンバーで、後ろ1列とまあサイドへもう1席あったんですけど、まあ今それは取り外してますね。で3人乗りの仕様になってて、600キロまで積めるような1ナンバーになってます。あと牽引と、なんでこれトレーラー引いたら後ろへもね、あのバイク引っ張れるんですけど、そしたらちょっとね全長がなあんまりにも長すぎるんでちょっとやってないんですけど、知り合いのミサは C1500 で後ろ引っ張ってるみたいですけど、結構な長さになってますね。車が最初に来た時はもう水漏れオイル漏れ結構ひどくて、でまあ一番漏れがひどかったのはマニホールドのインレット、マニホールドが、ね、水が回ってるんですけど、そこからの漏れがひどくて、まあそれを直すのにちょっと苦労しましたがね、それを直すついでにもうウォーターポンプとかもう全部周りはコース類も全部交換して、で今んとこ漏れもなく調子はいいです。であとオイル漏れはまあオートマのオイルパンと、まあ、シールが1箇所抜け取ったぐらいで、まあさほど難しいとこが壊れたわけじゃなかったで、あとまあリーフが、リアのリーフスプリングが1本折れてたのと、まあ、リアサスがねもう折れ、ダンパーが完全に抜けてもう折れ曲がってましたね。もうダンパーの役目してなかったんで、もう底付きして折れて、
の字曲がってました。まあそのおかげでかなりローダウンになってたんでしょうけど、まあそのあたりも直して、で今のところはまあ特に何もなく仕事に活躍してくれてます。やっぱりね、箱場はもうバイク屋さんどこも1台はあると便利いうことで持ってると思うんですけど、ね、やっぱハイエース使ってるお店が多いんですけど、ハイエース高いんですよね。で、エクスプレスしたっていうわけじゃないんですけど、まあ半分もう足で使うことがね、ほとんどで、乗る機会もやっぱり仕事で使ってる車の方がよく乗るんで、まあそれだったら V8 で面白いバンの方がいいかないうことで、ハイエース買うお金もなかったんでエクスプレスになりましたいうことです。本当はね、まあもうちょっと古いやつが欲しいんですけど、なかなかね、欲しい車両、欲しいというか、まあ、お目当ての車両に巡り合ってないんで、まあ、今のところはエクスプレスで、まあ、お仕事してます。でまあ、動画の話ですけど、最近まあ動画をで、まあ、半年くらいちょっと上げてるんですけど、で最近になってちょっとねパソコンとソフトの方を変更しまして、まあ、まだ慣れて全然、ね、慣れてないんで、ちょっともう編集の方が全然勉強してるような状態で全然追いついてません。で前はね、あのまあ、会社のパソコンまだ、他の入れてるソフトの関係とかもあってセブンになってたりするんですけど、まあセブンのねおまけで、 Windows のセブンのおまけでムービーメーカーがくっついてて、そのムービーメーカーでまあ大体編集してたんですけど、ね、ムービーメーカー使ってた人大体あの動画10分以上編集しようとするとクラッシュするということで、まあね、結構同じ目にあって、もう何本か、動画ダメになってたんで、ね、ちょっと早急にパソコンと、まあ、ソフトはね、なんか編集用のちゃんとしたのを入れないといけないかなと思いつつ、まあ、伸び伸びになってて、で、まあ、最近になってちょっとね、家の方に設置しようかいうことで、まあ、パソコンの方、まあ組み立てして、まあ組み立てしたのも、まあ、吉田製作所さんのあの例のゲーミング PC をまあちょっと組み立ててみようかないうことで組み立てまして、まあ、あれすごかったですね。もうあの部品取り寄せようとしたらもう結構欠品になってて、で吉田さんの方も結構優しいんで代替品をねすぐ上げてくれたりしてて、でそのまあ代替品とかで一応揃うことができまして、でその後ねもうすぐパソコンの部品、まあ例のあれの件で、ね、結構入らなくなってきたりして、もう組み立てるのが結構ね難しくなってたりしたみたいですけど、まあなんとかその前に揃いまして組み立てて、でソフトをね何がいいんかないうことで色々動画編集ソフトの方をいろいろ
探してましたんで、アドビとかね結構聞いてたんで、アドビいいのかなということで見てたんですけど、どう、まあ使い方が パッと見た感じちょっととっつきにくいかないう感じでね、でまあ結局またその後もねしばらくムービーメーカーでちょこちょこやってたんですけど、どうしてもねもうやれることに限界があるんで、ちょっとねこれはどうにかしなきゃいうことで、うんで何を入れたんかな、あのサイバーリンクさんのあれあれちょっとど忘れしましたけどを入れました。何だったかな。でまあそれをまあ今ちょっと勉強してるとこです。本当ど忘れしたね。まあ今朝もちょっと3時ぐらいまではごそごそしてて、でまあ結構勉強になるんで面白いんですけど、慣れるまでがねちょっとまあ勝手が違うんで、ムービーメーカーとはねやっぱり勝手違うんで、もうムービーメーカーはやっぱりねこうやれることが少なかったんで、覚えるのもまあ簡単だったんでしょうけど、でちょっとやれることが多くなってくるとそれに対してまたね覚えることが多くなって、それまた使おうとしたらね全然やっぱり容量を得ずに、変な動画になってしまうんで、なかなかねもうまだ慣れるまではちょっと難しいかないう感じです。まあ一応ね一通りパターンが決まればあとはもうね流れでできるんでしょうけど、ちょっとそれができるまではねなかなか、編集の方難しいと思います。まあ皆さんね、まあ動画の編集何使ってるんかなということなんですけど、ね、結構アドビにしようかないう人も多いとは思うんですけど、実際こうねまあちょっと見た感じ使えるのかないう不安の方が多かったです。であとカメラもね、カメラもまあなんとかしなきゃいけないんですけど、まあ今はスマホと今中華アクションカムでまあこれも中華アクションカムで撮ってるんですけど、やっぱりねもう皆さん画質が良くなってきてるか、まあ元からいいんですけどね、ちょっと画質も汚いままだったらもう汚ねえなあいう感じになってしまうんで、ちょっと画質の方もねどうにかしなきゃという感じです。まあ 4K 言うんですけどね、まあ多分スマホで見られてる方の方が多いかなとも思うんです。でまあ、だからまあカメラの方を伸ばしになってたんですけど、ちょっとカメラの方もなんとかしなきゃという感じですね。ねえ、本当ソフトの名前を思い出そうと思いつつ全然。さっき言うかね、昨日使ってたソフトなんで分かるはずなんですけど、ド忘れ、もうちょっと名前がね、ここまでは出てそこまでは出てきてるんですけど、まあ何だったかな、
フトでもなんとか365とかいうやつなんですけど、まあそれでもね結構手に余してしまって、で全く機能を使えずにいますんで、やっぱりねもうああいうソフトも使ってみないと覚えていかないんでね、こう人から教えてもらってもその時聞いた時は分かるんですけど、実際ねまあそれでやろうかないう時になったら、あれどうだったかなということでやってみたら全然うまくいかないとかね、っていう感じなんで、ちょっとね編集の方も頑張って入れていこうかなと思います。でまあ毎週金曜日ぐらいに、金曜日ぐらいにっていうか金曜日にライブ放送してるんですけど、まあそれもねちょっと今回からネタちゃんと作ってやっていこうかなと。今週はまあ燃料ポンプということでね、やっぱり毎年夏になったらまあポンプ絡みでエンジントラブル多いんで、ちょっとまあそれどうやったら防げるかとかね、構造も簡単にちょっと説明したりして、まあ構造分かってればねちょっと防げるようなトラブルもあったりするんで、まあその辺もちょっと合わせてライブ放送でやってみようかないう感じです。まあ動画でねちゃんと解説動画作ればいいんでしょうけど、まあライブでねちょっとやってみようかなと。まあ時間もねちょっと9時頃、夜の9時頃って言ったらやっぱりみんな他の見たいチャンネルとかもあったりとかねするんで、でまだね帰られて落ち着いてゆっくりしてないとかで、ちょっと見るのが難しい方もいらっしゃると思うんですけど、まあもしよかったら見ていただけたらなと思います。まあアーカイブもね残してるんで、まあなんかあったらコメントでも入れてもらったらと思います、いう感じで着きました。いや知り合いのお店さんがやっぱ検査いらっしゃいます。それではお仕事していきます。検査ラインでずっとちょっと考えてたらパワーディレクターでした。動画の編集ソフトはパワーディレクターでした。思い出しました。じゃあ帰ります。